ポコミ、ごけおめでとうございます。戸ヶ崎です。あ、違う。キュインキュインキュイン、おめでとう、大当たりですね。AKB48 チームサプライズ、夢を見るなら、知ってっかな、これね。ミュージックナンバー2だった気がするけどね。バラの儀式とかね。大好きな曲で、高港ともちんのね、やつですね。ぜひ PV 見てください。夢を見るなら、目の前で道が分かれてて、どちらかへ行くのなら、未来へと続く坂道を登って行こうと思ったんだ。その背中少しずつ遠ざかって夕焼けの中へ、力強い歩き方、あなたの細い足が血を蹴れて、夢を見るには今がちょうどいい、ここまでやってきたんだ。やがて街は薄暗くなって、いくつか星が出る、夢を見るには今がちょうどいい、今日まで頑張ってきた。あなただから涙じゃなくて笑顔で見送れる。私はこの場所から いつの日かそうよ、私だってどちらかへ進むでしょう。もう一度ここで振り向いて、忘れ物がないか確かめて、長い道少しだけ私一人先に行くけれど、約束の夢の地で絶対みんなのこと待ってるから、瞳閉じれば今も昔、希望はいつもつながってる。きっと誰かと巡り合って、いつしか恋をする。瞳閉じれば今も昔、あの頃愛を語り合った。私たちは夢を叶えて再会を祝いましょう。未来に腰を下ろして。これ別れの曲なんかな。そんな、いやでもね、好きな曲なんでね、ちょっと歌わせてもらいましたけども、なんかね勇気づけられるというかね。ここにはね、多分知ってると思うんだけどね。夢を見るには今がちょうどいい、ここまでやってきたんだ。やがて街は薄暗くなって、いくつか星が出る。夢を見るには今がちょうどいい、今日まで頑張ってきた。あなただから涙じゃなくて笑顔で見送れる。私はこの場所から。見送れると言ってますけれどもね、ここにはずっとここにいてほしいと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。 AKB48 チームサプライズ、夢を見るなら、お送りしました。これからもここみらしく頑張っていきましょう。愛してる。